関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日もすっきりとした青空が広がり、強い日差しが降り注いでいます。東京都港区のつるじいさんからは、昼休みは木陰で一休み、日差しが容赦なく照りつけていますとリポートをいただきました。一方で山では雷雲が発生して、群馬県嬬恋村の山賊さんからは、停車中の車からこちらのリポートをいただきました。雷と雹と雨に見舞われています。車内は雹の当たる音で音楽が聞きづらいです。まだスタッドレスタイヤ装着で助かりましたとのことです。雨雲の様子を見てみると、山の一部に赤や黄色に映る活発な雨雲がかかっているのがわかります。引き続き急な雨や雷などに注意してください。続いて明日の天気を見ていきます。明日は平地でも天気の急変が心配です。午前中は晴れるところが多くなりますが、午後になるとだんだん雲行きが怪しくなってきます。ざっと雨が降ったり雷雨になる可能性がありますので注意してください。明日は都心など平地でも急な雨が心配です。折りたたみ傘を用意し、雲行きには十分注意してください。それでは、ウェザーニュース。